皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。鈴木です。そして、今朝ずっと面接続きだった、実は大量のメンバーを抱えているスプリングマオがですね、面接を開けてやってくれたんです。見に来ちゃった。はい。この伝説竜の足跡はノーマルダンジョンの星空の死人気の次でございます。で、3つ目、難攻不落。同じパーティーで行けと言ったな、小助よ。これこうなんかちょっとまだ村井さんのパズルに油断が見れるんですよ。おうおうおう。僕からすると油断しないようにデカビタとか買ってまあそうですね、ちょっと今回このここをターニングポイントとして、僕はちょっと今後厳しくなるか優しくなるか決めます。よし、分かった。ただあれですよ、あの、うん、このダンジョンでスキルは1回しか使っちゃダメっていうのは、いろんなね、今回だけで、今回だけいろんなルールがあるね、まーちゃん。ルール付きでこの伝説ルール何やってるんですか。やべ。まあ皆までまだ聞くな、はい、フレンドの設定をしましょう。皆さんお待たせしました。アテナを採用しました。今回はこれ攻防魚だっけ、ここ難攻不落。まあまあ高い。やば。あのさっき、はい、結構ワンフラン1個目の日に行った時、結構割と空風林ってあそこにあのアースガルさんがいらっしゃったんですけど、はい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 、で次水だったんですよ。水に木に2体とかちょっと卑怯でしょって思って、うん、かわいそうでしょと思って、木はちょっとタブからダメですって言って、でスキルも1回だけって、あ、制限を徐々に増やしてるんですね、はい、今挑戦、はい、状態です。なかなかね、ちょっと楽しげな感じで進んでるんですよ。いきます。もうこのパリンが聞こえるだけですごい強くなってきたぞ。うわぁ、やばい、村井さんがちょっと調子乗る。ちょっと厳しくしよう。コスケ、お前見余ったな。これちょっとアテナはちょっともうアテナずるいな。これ悪いけど、これアテナ一人で勝てるんじゃない。アテナずるいな。ほら、アテナ強い。アテナとバルが2体攻撃持ってるから、光の4つ消しでなんかどうにかなっちゃう。もう極論これでいいんじゃないの、光の。いや、それは多分言い過ぎですよ、村井さん。あ、まあさすがに言い過ぎか。すごいな、でもアテナの強さ。アテナの、え、なんか最近の究極してたモンスターはこんなに素晴らしいみたいな。なんかこの前回のこの動画、天空竜に挑んだ前回の動画では、え、倒せなかった。天空竜、伝説竜です。伝説竜か、伝説竜に挑んだ前回の動画では、なんか昔のパズドラやったんだよね。すごい懐かしい昔のパズドラ。4倍。ああ、昔というかですね、31バステットとフレンドバステットとかで、あ、まあもう村井さん色気にするならコンボだけとりあえず注意してください。なるほど。感じでやってですね、まあ、最大倍率は10倍以上出るんですけど、まあなかなかそのスキルとかもあまり使わないように制限かけたりしていたので、まあ実質みたいな、うん、え、うっそ、やばいやばいやばい。この縛りプレイすごい。いや気を一回でも気抜いたパズルしちゃうとダメなんですよ、本当に。結構窮地に追い込まれる。大丈夫、私は負けない。完璧。まあじゃあラッキーじゃない、実力。いやいや、そうな実力。さっきから出てるんですよ。この連続。結構落ち込む先生。行くぞ。落ち込む先生。機嫌いいんだ。あ、うん、今日はね結構機嫌いいよ。完璧なパズル。素晴らしい。ナイスコンボ。次も大丈夫。そろそろボスかい？ちょっとペース上がったね。はい、上がりましたね。いや、アテナだからですよ。あ、そうか、アテナだからだな。さっ、あ、もう一個作りたい。でも、いいや。アテナ、さまさまだ。みんな、もっとアテナに感謝しよう。アテナ禁止ですね、これは。出た。どんどん禁止に褒めていく。でもさ、アテナの強さってこれほどまでなんだな。そうですね。すごい。アテナを禁止じゃないですね。無条件倍率アップを禁止にします。ああ。多職以外何があるの。いや、コンボ系もいます、ね、やばい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 、最大のピンチ。これやばいですね。これやばい。あ、まあ、スキルは1回だけ使っていいですから。あ、
うん、このタイミングかどうかわかんないですけど、いやでもこのタイミングがね最強スキル、スプレッドキャッツで光のツーウェイだね。そうそう、俺もいい、もしかすると3倍の全体攻撃で抜いたかもしれない。抜ける可能性もあるな。一応ボスそこそこ防御力高いんで、なんかこのバルキリーの攻撃耐性使いたいなーなんてもあるじゃないですか、一応確実に倒せるようにとか、まあいろいろありますよね、どのタイミングで使うかは。全体攻撃にかけよう。ああでも負けたら終わるしな。全体攻撃にかけよう。間違えた、間違えた、はい、あ、あ、いやさっきまでずっと、違う違う違うんですよ、わかるんですよ、ずっとマステトとか串などだったんで、はいはい、パズルを分割するのになっちゃってるんですよ、村井さん。よかろう。目に物を見せてやる。総裁委員長なしの海幸、海幸山幸先生でやってやる。自分に厳しい。厳しい。さっきより難易度上げ、さっきより難易度上がりましたよ。ひぬき。ひぬき。ひぬき。決めればいいんですけどね、色がね。うん、はい。まあ、なんでこういう時ってここもう一気にき。おうまい。さあ次どうするって話だけどな。色を決めるんじゃなくて、1ターンはその調整するとかをして、2ターンで25倍、そのなんてください、4色を決めるみたいなこともまあ工夫としてはあるんです。それがドロップマネジメントだな。イエス、だっていいですよ、ドロップマネ。うまい、我ながら超うまい。そして欠損なし、未だ欠損なし。突如微笑み始めたなんとかの女神。おお、間に合った。さあ来たぞ。で欠損も残念、ちょっと欠損しちゃった。ここからだ、ここからが、こういう局面が勝負で、次に1131、きついな。ただ、参ろう。さあどうなる。おー、いやー、ダメかー、これだと。あお、青セフ。水が欠損している。1、1、2、まず回復が、まず回復を選択するかどうかですよ。その回復を、分割して消すか、消しつつコンボしてしのぐのか。ただ次なかったらもうスキル使うしかないですからね。回復を335です。避けた、わざと。いやだって水がないから。素晴らしい、水が欠損してるから。チコンボを組み合わせて、あー、あるー、勝負に勝った。すごい、結構極限系ですね。いや実はそう、ね、いや実は結構見たか。乗り切った。乗り切ったな、いい局面を乗り切ったな。ギリギリだな。で、中央さん、ここにちょっとほっと一息ですね。あ、よし、これいいですね。ここでコーヒーブレイク。よし、完全回復。面白いな、なかなか。こういうのを、
あのエルモアさんとかよくやってらっしゃる。あ、そうだ、結構こういうのを昔はあのみんなやってた。いや、あのエルモアさんは好きでしたね。あ、出会った当初、出会った当初なんですけど、出会った当初のエルモアさん、はい、なんか、いや、これこれでもいけますよね。かわいい、いこれでいけるならじゃあこっちでも、で、徐々に徐々に自分を追い込んでいく。エルモアさん、かわいい。アスリートのトレーニングいくぜ。火消したか。あと1個、あと1度でしたね。次変なんくんなよ、次変なんくんなよ。あー、結構変なんだな。村さん、これ多分受けれませんよ。うん、わかる。これ厳しいな。私はね、もうね、やり直すのめんどくさいんだよ。終わりにするよ。でも操作時間延長ないからね、はい、最悪多分木と光と闇の3色なんですよ。ああ、なるほどなるほど。受けれるのかな。あ、ギリギリ受けはするの。受けれる可能性はなくはない。行ってみようか。お願いします。参ります。あ、うまい。もうこれで諦めた。あ、水決まってた。はい、Thank you。 うまい、めっちゃうまい。あ、前ね、先日なんかツイッターで、あなた落とし決まった時に、はい、なんかもう狙ってましたみたいなのを後付けで言うのをやめてもらえませんかって言われたんですけど、大体狙ってます。気づいてない時は今みたいな感じです。今はね、ちょっとね、あの狙ってなかったんでびっくりした。超ラッキーだった。よし、行こう。これは大丈夫でしょう。参ります。こっから行きます。はい、この力やっぱ強い。やばい、また来た。これだった。めっちゃ楽しい。まただった。シビア。これ何度も来るの超すごい。シビア。いや、なんかこの困ってる村井さんのリアクションが結構好きで、うん、僕極限のね、やっぱり。はい、何する。結構好きで、なんかでも大丈夫だよ。行きます。ここから行きます。はい、行きます。わっしゃーし。うわー、何気にこれいい回復力だよね、このパーティー。悪くない、回復力がとてもいい。色もある。デカビタなくなる。でも海幸山幸のおかげでかなりいいね、強いね、さすが。いきます。はい、お願いします。よいしょよいしょよいしょ。もう最小限パズルだね。あれあれ、うん、こういうもんよ。勝てそう。さあ、来た。勝てそう。このユグドラシルお化け。あ、でも木が全くないな。どうしようかな。5段か。よし、1回いらない火を全部消しつつの自由パズル。自由パズル、自由パズル。わお、わお、これ木来てたらすごかったな。ねえ、
村井さんスキルなしでいけるんじゃないですか。ねえ、スキルなしでいけそうだよねこれ、はい、スキルなしドラゴンズで。スキルなしドラゴンズで木でもう一個も作りたいな。多分ですけど、光の4つ消し入れてあげれば、倍率出せれば十分だと思います。マジ？多分ですけど、多分ですよ。なるほど。いきます。光の4つ消し、木の4つ消し。勝ったか？見た！ありがとう！想像以上に時間がなかったしちゃったな。このプレイ面白いですね。パーパラパッ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 。ワンミス終わり、ワンミスアウト。ユグドラシル、はい、ガイアブレスということでございますね。次が光か、はい、光ってことはバルハラですね。バルハラって久しぶりに聞いたな、はい。バルハラってさ、あのフェスゲンのあいつとキャラかぶりしてない？フェスゲンのアポカリプスと微妙にキャラかぶりしてない？それなんか言っちゃいけないやつですよ、多分。言っちゃいけないやつ？わかんないですけど。なんか確かに、あのバルハラってすげえ思った。さらに言うと、あのここの継承が機械竜なんですよ。なんか、なんとか似てるよな、竜みたいな。で、機械竜ともかぶってて、なんか結構不思議な存在だね。不思議な存在なんですよ。よし、ちょっとスピード上げていきます。さあ、続きまして弾幕の雨。ここが光。当時弾幕って言われるゆえんが毎ターン攻撃だからなんですよ。ああ、そうだな。絶対レードも難攻不落も、はい、ボスが一定のターン数あるもんな。毎ターン攻撃されるから弾幕っていう。なるほどね。結構ね、パズルの歴史をね、手繰り寄せながらやってるんだよ。豆知識がいろいろ知れます、ね、で、この当時この辺のダンジョンをクリアするのを何を見てたかっつったら、宮下さんの記事ちゃんと見てました、ね、要するにアップバンクで連載されている、はい、あのダブル半減でいきましょうとか、うん、ここは光だから闇4倍がめちゃくちゃ活躍するぜ、ヴァンパイアロード、はい、ヴァンパイアロードで、ここで落ちるモンスターがレベルそこそこ高いから、あの光のモンスターのレベル上げができるねって書いてあったのを今でも覚えてます。懐かしいな。じゃあ弾幕の雨行こう。はい、はい、皆様お待たせいたしました。ベジータを採用します。あれ、これめちゃくちゃ強いね。強そう。え、だってこれファイナル、だってキーや、村井さんスキル使用不可。水火光で、そうだよな、キー光闇がいいんだよな。完璧、ベジータいいね。スキルなんです、これ参ります。え、スキル封印、スキル封印よがろう。スキル封印ドラゴンズで行こう。挑戦。スキル封印、色なし、水割る、よし、しょうがない、あれを見せてやる。ベジータの 2way の力を。やっぱり何何何何、バレた、バレた。あの一番怖いのがあれの、いや、バルハラをファイナルフラッシュで撃破しそうで、なんか怖かったんですよ。これはダメだよ。かい、完璧。実際さっきの、あの一個前の東山さんと条件的には変わんないんですね。確かに。ただまあ3倍と 3.5 倍の条件が一応あるんで。そうだね、そうだね。ただそこは 2way とかをうまく活用することによってちょっと変わるかもみたいな要素はなくはない、はい、ただ私はベジータの強さを知っている。副属性の 2way ですらおそらくこの中で攻撃力がかなり高い方。バルキリーとベジータ比較。33,000、48,000、ほら、ベジータどんだけ強いねん。これバルキリーが 2way 持ってなかったらきっと負けてますよ。ほんと 2way は強いですね。さあ、バスニャンの方を発動しながら今行きました。久し
しぶりに見たこいつ。久しぶりに見たこの形。あのここからカラドラがなんですよ。うん、あの中ボスが。へえ。だからあのプテラドスとスピノンで、あのスピナスかな。はい、あの手に入らないんですよ。そうやな、そうやな。ダンジョンドロップでこの瞬間。なので今はプラスを持ってしか生存できない体になっちゃってるんですよね。いったっしょ。いってないか。いった。完璧。ファイナルフラッシュ。懐かしいな。こんな懐かしい気持ちになると思ってなかったな。今日という何気ない日々に。歌の歌詞。いや。さすが。さすが後輩の。関係ないです。さあ、バスニャン行こう。まあ、しっかりと闇を消せば倍率が出るって言ってて、結構やっぱベジータとサーティアンバスケットの相性がいいのかな。いいね。どっちか消しとけ。よくはないんですけどね。絶対よくはないんですけど。よくはない。普通に考えれば全然よくない。あの、お世辞にもよくない。この状態においてはね。まあ、ファイナルフラッシュ、うん、まあ、うん、いい、うん、そうですね、いいですね。ロマダンの攻略にはいい感じ。完璧、強いよ、これは。おっ、うまい。出たな、羽目。羽目、羽野郎、羽よ、周り。こいつさ、羽の存在感でかすぎんだよね。武器の存在感も思わない。いきます。武器の存在感ありすぎで、これでどうだ。多分撃破。さすがベジータ様。ファイナルフラッシュ。ダメですって。え、ちょっと、ノースキル、ノースキル。あ、忘れてた。もう乗りすぎですよ。忘れてた。ほら、今言ったじゃないですか。ファイナルフラッシュでやられる可能性あるから撃っちゃダメだって。あれ、このベジータさんが297だったら、そうですよ、待ってた可能性ありますよ、これ。どこかで見たことがある気がする、このドラゴン。まさかアポカリ。ちょ、言わない。似てるよな、でもマジで超かっけえな。いくぜ。いや、今回はでもベジータ様のおかげで楽させていただきました。皆様ありがとうございました。ドロップせんのかい。なんか欲しかったな、どうせなら今回のこの攻略の中で一個ずつで、ここから弾幕の雨がそのボスが一旦攻撃になったんだ。はい、歴史やね。でもまだ次のヘルヘンマ二旦攻撃で、まあ全然ですね、まだ優しくはなるというか、まあ当時ね、やっぱもう毎ターン6000ぐらいのダメージでも結構、いやもう無理脅威だったんで、耐久できないんですよ。 HP がせいぜいあって8000ぐらいの世界で、8000、9000ですよ、あの当時レベル最大の闇パなんて8000ぐらいあったらいいぐらいで、で回復力がまあ要は2000確保できない。2000ない、全然ない、そんな全くない、そのぐらいなんですよ。なんでまあそれで毎ターン6000とかって結構ふざけんなレベルで、あのでも光だからってことで、あの聖霊ヴァンパイアロード、聖霊ロードの組み合わせからまあ結構2ターン、まあ1ターン2ターンで倒せるみたいな感じだったのが覚えてます。懐かしいな。私ちなみに初期パズドラで魔王の城初めてクリアした時、リーダーアイスガーディアンですからね。アイスガーディアン、まあ、ムチムチなデブな状態。あれはもう普通にあの全属性のダメージを多少軽減してくれるんで、リーダーにするとただ攻撃倍率は上がんないんですけど、だから等倍でヴァンパイアロード倒してくれたのかな。3コンか4コンだったんだけど、初めて倒した時それでもノーコンじゃなくてコンテ。ラストいきましょう。伝説竜のバルキリーローズ、バルキリーローズ2枚。マジかよ、行くぞ、所詮。欠損だけダメです。欠損だけがバルキリーローズの
5コンボ6ダメ。こんにちは。こんにちは、コスケです。今の村井さんのプレイ動画以外にも、たくさんのパズドラの動画を僕はアップロードしてます。パズドラの攻略、モンスターの育成や運用など、パズドラをもっと楽しみたいという方はぜひ、僕のチャンネルにも登録してください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけファイヤーのチャンネルなど、たくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。